文武茶釜。昔、古道具屋が山道を歩いていると、子供たちが一匹の子だぬきをいじめていました。やいやい、えいやあ。おいおい、お前たち、たぬきをいじめちゃかわいそうだ。わしが買ってやるから、そのたぬきを離してやりなさい。いくらで買ってくれるんだい？それじゃあ30文で買おう。わーい、子だぬき一匹30文。お前、親が探しているに違いないから早くお帰り。タヌキは何度も振り返って頭を下げ、山の方へ帰っていきました。3、4日して古道具屋がまた同じ道を歩いていると、タヌキが一匹現れ、こないだはおいらの子供を助けてくれてありがとうございました。恩返しにおいらが文福茶釜に化けるから、水を入れたりお湯を入れたりしないところへ売ってください。というと、コロコロと回り、銀の茶釜に化けました。ほう、これは見事な茶釜だ。あの和尚様なら珍しい茶道具が好きだから、きっと水を入れたりお湯を入れたりしないだろう。古道具屋はとあるお寺へ向かいました。いや、こんなに素晴らしい茶釜は今まで見たことがない。これは文福茶釜というとても珍しいものです。大事にしてくださるなら特別にお譲りしましょう。頼む、何としても譲ってくれ。茶釜はなんと30両で売れました。和尚様は喜んで毎日茶釜を眺めて楽しんでいましたが、ある時、おや、汚れておるな。小僧、小僧。はい、和尚様、何でしょう。この茶釜、汚れているから磨いてきなさい。かしこまりました。小僧は茶釜を磨きました。こっちこっちの、こっちこっち、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 いざ。おや、気のせいかな。こっちこっちの、こっちこっち、こっちこっちの、痛いぞ、小僧、そっと磨け。おかしなこともあるものだ。茶釜がしゃべるなんて。小僧は磨くのをやめて、急いで和尚様のところへ行きました。和尚様、和尚様。なんじゃ、どうした。この茶釜、生きてるんだ。口を聞きました。ほう、そうか。それは高い釜だし、美しい釜だから、きっと魂が宿っているのだろう。大切に飾っておこう。はい。小僧さんは、和尚様に言われた通り、
茶釜を床の間に飾りました。夜になると、やれやれ、えらい目にあった。タヌキは元の姿に戻り、山へ帰っていきました。おや、ここに置いておいたのに。朝になると茶釜はなくなっていました。不思議に思った小僧さんがよく見ると、そこにはタヌキの毛がいっぱい散らばっていたということです。